エヴァ・ジョリは、ノルウェーへ生まれのフランスの政治家である。オスロの貧しい地区に生まれる。出生時の名前は、グロエヴァ・ファルセス。18歳で、パリへ移住し、様々なアルバイトをしながら、同時に法学を学ぶ。パスカル・ジョリと結婚し、フランスの法律を踏まえて5年後に、フランス国籍を取得する。1980年に、国立司法学院の入学試験を受験して、合格した。 1990年、パリ裁判所金融部門の予審判事に任命される。1990年代、エルフ事件の捜査を指揮し、大物政治家たちの腐敗を明るみに出した。この事件の捜査の功績により、トランスペアレンシーインターナショナル NGO の誠実栄誉賞を受賞した。2009年から、 欧州議会議員。ヨーロッパエコロジーイコール緑の党の2012年仏大統領選挙の候補者でもあった。ノルウェー風の発音のため、エハ処理と呼ばれてからかわれたこともある。緊張的な選挙戦の中、得票率が2.31%となった。20%ぐらいを占めるヨーロッパエコロジー名簿と比べて失敗のような印象がする結果は、 キャンペーンチームの若さが原因の一つとして指摘された。福島第一原子力発電所事故に関して、フランスの現状と比較しつつ、原子力に関する日本、フランス両国の公式見解は同じだと批判した。危険を知らない国民に対する沈黙の掟き手は、従来のままであり、かつてのチェルノブイリ原発事故に際しては、共産国の職員の教育不足が原因の一つだと、 説明されたが、今回のように地震対策の進み、組織力もあり、教育も行き届いている国でも事故は起こりうると述べた。また、2011年10月に来日し、福島県を視察している。ありがとうございます。